とんど必ずゆきりんさんが食べてます。映画大好きです。えー、はい、じゃあぴったり。おい、古いじゃないのかよ。お母さんが言ってた、言葉は魔法にもなるし呪いにもなる。だからポジティブな言葉を使おう。やっぱり私は運がいい。人を指さすのやめてもらえますか。あ、すまない。じゃあどうぞ皆さん座ってください。せーの、思ったよりレベルが高い。正直舐めてた。特に今入っていった子ね、あんなのいたらかなわないよ。私さ、何回かこういうオーディション受けてるんだけど、なかなかお目にかかれないよ、あのレベル。10回受ければ1人いるかいないか。何回受けてんの、やば。で、そういう子って大体今売れてるんだよ。先見の明があるの、私。裏方向きじゃん。あんなかっこいい人を支えられるなら裏方も悪くないかな。別にあんたなんて相手にしてないけど、仲間がこの程度でよそに勝てるのか心配になっただけ。二階堂さんは可愛いね。知ってる。その幼さが。は？どういうこと？言葉通りの意味。三谷さん、次だって。あ、うん。それにしても私、なんで選ばれたんだろう。はい、トワイ、ライト、トワイ、ライト。ステップ、ステップ、トワイライト、トワイライトダンススクールってどこ？二階堂。ライト、トワイ、はい、僕に合わせて、リズムに合わせる。トワイライト、トワイライト、ステップ、ステップ、トワイ。最初から早すぎない？もっと楽しそうに感情まで表現して。ステップ、トワイライト、トワイライト。始まった？映ってる？あ、映ってる。皆さんこんばんは、ミステリーキッスの市村志保です。メリークリスマス。クリスマスいかがお過ごしでしょうか。この配信は私市村志保が自らの自己肯定感を上げるべく、あ、とか自分で言う人いないか。まあとにかくファンの方と触れ合うことでって言っても誰も見てないんだよね。なんだよ、ずるいな。ちょっとちょうだい。にゃー、なんのじゃなくて。なんでいいじゃん。あ、え、なに。バイ。わー、はい、二階堂るい役の小栗ゆいです。二階堂るいはそうですね、すごくクールなアイドルを目指すすごく真面目な女の子なんですけども、でもそのクールで真面目で結構もう周りを寄せつけずツンケンしてるけど、でもお笑い芸人さんの馬場さんに出会ったりとかしたり、ミステリーキスと仲が良くなってきて、だんだん可愛らしさが見えてきて、実はこう二階堂は弱い部分があってっていうのが、今回の舞台ではそのミステリーキスがメインということでお見せできているので、そのアニメとはまた違うオットタクシーをお届けできてるんじゃないかなと思いますし、二階堂の可愛らしさが詰まった舞台にもなってるんじゃないかなと思います。今回はゲネプロやってみたんですけど、そうですね、私は外の舞台が初めてで、今までグループでのマジムリ学園っていう舞台はさせていただいたことがあったんですけど、初めて外で舞台してみて、いろんな、ね、演技をされている方、俳優さん、女優さんで初めて違うグループの2人と一緒に舞台して、いろんな初めてだったんですけど、でもやっぱりすごく勉強になることが多くて、でもこうしてこうなかなか同じアイドルでも一緒になることがない2人なので、今回この舞台を通して一緒に作品を作ることができて、なんか
新しい、なんだろう、学びもありつつ他のグループの2人とも仲良くなれて、すごく私的にも、うん、あの二階堂的にも大きな舞台になっています。浜岸さんお願いします、はい、和田垣桜役の浜岸日和です。和田垣桜ちゃんは、うん、うん、なんだろう、自分が欲しいと思ったものを必ず手に入れるぞっていう子で、で唐揚げが大好きな女の子です。今日あのそうですね、初めての舞台なんですけど、すごく皆様に助けていただきながら、アドバイスもたくさんいただきながら、すごい楽しくお稽古して、今日こう初日を迎えることができてすごく嬉しいです。今日はよろしくお願いいたします。はい、市村志保役の鈴木ひとみです。よろしくお願いします。と市村志保ちゃんはめちゃめちゃヤバっていう口癖を言う子なんですけど、なんかそのそれもあって普通にプライベートでもヤバっていう機会が増えたなって感じるんですけど、あとその結構なんだろう、おとなしいというか自分にあまり自信がないんですけど、それでもその三ツ矢さんと二階堂さんと一緒にあの売れるために、お金持ちになるために、自分にできることを一生懸命頑張るとても素敵な女の子です。と私もなかなかその演技っていうのをあのたくさんやってきたわけではないので、本当に不安なことがいっぱいあったんですけど、お稽古の雰囲気がとても楽しく明るくって、なんだろうな、なんだろう、すごい皆さんが声をかけてくださったりとか、今日も実はゲネプロの前にあの小栗さんに背中を叩いてほしいって言って背中を叩いていただいたりとかしてて、本当に優しい方々に囲まれてとても幸せにあの舞台できて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん の, あの、うん、役の市村さんの方に近いっていうところがあったっていうことがあったんですけども、はい、ご自身の役と比べて、まあ、似てる部分、共通している部分、そうじゃない部分みたいなのがあったら、ちょっと教えていただけますでしょうか。うん、あ、私、うん、市村志保ちゃん、うん、すごい眉毛が困ってるんですけど、うんうん、私も普段どうやっても眉毛が困っちゃうんですよ。だからそれはぴったりだなと思って嬉しかったです。市村ちゃんはもうプライベートでもう市村ちゃん。え、本当ですか。うん、え、だって今さ、役入ってないもんね。確かにこのままだかもしれないです。本当にリハーサルの時とかもやばやばってずっと言ってるんですよ。確かに、え、それセリフなのか本当に思って。そう、本当に焦ってます、いつも。あの、そうですね、あの全然自信がないので、うん、演技に関して、うん、やばいやばいと思って裏で焦っております。可愛 い, いです。私はあのセリフの中でその山本さんに言うセリフがあって、それはネタバレになっちゃうのかな、あ、どうなんだろう。でもあのなんだろう、すごくあの一人暮らしをするならセキュリティがしっかりしたところが私もいいと思ってるんですよ。そこが同じだなっていうのとか、なんかアルバイトするなら、私クレープ好きなんですよ。本当にクレープが好きで、だからそのセリフも、二階堂ちゃんクレープを焼いてみたいしとか、なんかちょっと言ったりするんですけど、うん、そう、本当にそこのとあるシーンは自分の感情も感情移入しちゃう場面があります。うん、そう、浜岸さんなんかもう欲しいものでも欲しがるっていう感じなんですか、普段も。あれどういうことですか。あの役と、そうですね、でも私はでもそんなに和田垣ちゃんと似てるなって思う部分なくて、なんか唐揚げが好きなところぐらいですかね、私と似てるところ。はい、そんぐらいです。好きな、あ、唐揚げが大好きです。はい、じゃあぴったり。はい、ぴったりです。まあ、劇の中ではそれぞれの性格を演じていらっしゃいますけども、まあ、皆さんもそれぞれ の, あのアイドルグループの中で活動する中でご状態で僕の中で苦労する部分とか、なんかちょっと困ったりするような部分とかってあったりしますか。なんだろう、あ、性格の違いとか、あ、全然性格とかじゃないんですけど、うんうん、あの
ケータリングとか差し入れいただいた時に、うんうん、あの喧嘩になるので毎回網田くじで選んでるんですけど、うん、だから自分の食べれない、うん、なんだものとかが最後に残ってると大変になります、うんうん、網田くじ網田くじで毎回決まるんですよ、すごい必ず必ずです、じゃないとあの誰か取ったって言い出す子がいるので絶対に網田くじで決めてます。面白い確かにありますか、なんだろう、うん、グループで苦労してること、でもそうですね、でも本当に日向坂のメンバーはみんなすごい騒ぐのが大好きな人ばっかりなので、そうですね、それがちょっと大変な時もありますでも私も一緒に騒ぐんですけど、すごいなんか楽屋がだからすごい騒がしいとたまに眠たいっていう時もあるので、そういう時はすごいでも楽しいですねえ、はい、会話しづらい会話、あ、会話は全然できるんですけど、基本的に楽屋がざわざわとしてるので、なんだろう、寝るっていうのは難しいかもしれないですはい、それでAKBもちょっと、そうですね、AKB はでも、あの割とこうみんなそれぞれで座ってるんですけど、そうですね、あのお弁当とかがあると、お弁当はまあ自分たちの好きなのを取って、でなんかすごいあのポテトのマクドナルドさんのこれ言っていいのか分かんないけどマクドナルドさんの香りがするなあれ誰だろうって思ったら、ほとんど必ずゆきりんさんが食べてますそう、ゆきりんさんは結構あのお弁当で あんまりなんだろう、私は食べないってなったら割とマクドさんを食べてて、そうみんなでシェアあのちょっといただくみたいな、すごい、そう、仲良し、仲良し、仲良し、本当に仲良しです。じゃあなんかもうその匂いがしたら来たなっていう。そう、みんな集まってきます。はい、いいな。そう。はい、そうですね。舞台オットタクシー、アニメのものが今回こうしてあの舞台化されるということで、私たちも待ちに待ったついに来た舞台初日なので。すごく気合いも入っていますし、みんなで一致団結してこの舞台を作っておりますので、ぜひ千秋楽まで、まだねチケットもあると思いますし、配信もされていますので、ぜひぜひ皆さんお越しいただけたらなと思います。皆さんの心に残る舞台をお届けできるように頑張ります。